ハモかけるバキドキャンペーン。ハモかけるなとバキドが来ると思わないよな。こんなにドコモが本気で多分やってる、すごいサービスだな、はい、最後めっちゃふざけてる。横向きとかもお腹のフォルム。あ、僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 と呼ばれましたけども。はい。ドコモのオフィスですね。ここがオフィスかな。うん。来ましたけども。ちょっと、応接間すぎるな。すごいな。すごすぎるな。うん。しっかりした椅子に座っておりますが。はい。申し遅れました、NTT ドコモアハモ推進室でアハモのプロモーションを担当させていただいております高山と申します。お願いします。お願いします。お願いします。アハモの人、ありがとうございます。高山さんが、はい、じゃあプロモーションの担当、はい、はい、立ち上げから一応アハモの名前とか、はい、色とか決めさせていただいて、発表会とかにも出させていただきました、はい、今回このコラボするアハモを作った人。そうです。まあ僕一人ではもちろんないんですけど、はい、名前とかブランドカラーとか、なんかサービススペックとかっていうところは、はい、結構自分で決めさせていただく形でやらせて。ほんでプロモーションとしてどういうブランドにしようみたいなのを決めていく。はい。っていうので、今回のバキドーさんタイアップも、はい、僕自分からお願いして。繋がらないな。繋がらないな。そこがそう、そこが僕ら一番わかんない。そう。俺は可愛らしいデザインだなって思います。わかるけど。バキドを組み合わせてみようは繋がらないですね。ご乱心なんじゃないですか。ちょっとお二方しかいないから。ご乱心。いや、なんでね、グンピーとかバキドチャンネルに売っていただいたんですか。そうですね、実はもう本当初期の初期から、はい、やっぱり街頭インタビューをアベマでやってらっしゃる時から、はい、あ、もう本当に最初から追いかけてて、抱き枕とか言ってたやつを、ああ、ありました、ありました。買いたかったんですけど、買えなかったんですよ。はい、ああ、間に合わず。え、あれを買おうと思うと。わらなのに、わらバキドチャンネルを見てくれさってるっていう。そうですね。はい、見てます。いろんな、タイムショックだったり、すごくファンだったので、アハモ自体も、こう、やっぱこれからの、はい、こう、若者とか、これからの時代を、はい、背負っていくようなお二方と組ませていただいて、我々のこうブランドイメージに。いや、そうんじゃないか。完全なら課題評価。完全なる。街歩いてたら変わり者ですよ。俺は。そんな。本当に社員一同みんなを楽しみにしてます、ね。社員一同本当ですか？暴走じゃないですか？いや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 。そうです。そうです。俺しくじったら左遷されるんじゃないですか？もしかしたら動画出る頃にはいないかもしれない。なんでそれかけるの？かけすぎるだろ。泣き道を呼ぶの。今回アハモのね、うん、PR っていう仕事いただきましたけど、その、アハモはもともと知ってました？いや、まあ聞いたことはあるぐらい、CM で、ね、ドコモが新しいのやってるぐらいは知ってましたけど。うん、うん、そんな詳しいことは。いやー、そうね、あんま分かっておらず。まあ、これは聞けたら嬉しいですね。そうですね。ありがとうございます。今日はこの時間いただいているので、ぜひ私の方からアハモについてっていうところをご説明させていただきたいなと思っております。はい、お願いします。よろしくお願いします。アハモって具体的にどんなものなのかっていうのを聞いていきたいんですけど。ありがとうございます。はい、ちょっとこの日のためにですね、はい、ちょっと資料も用意しておりますので、ちょっとこちらの内容でご説明させていただきたいなと、はい。ありがとうございます。あ、資料。すいません、ちょっと前から失礼いたします。はい、うわ、おーおーおー。すいません。すごい、ちゃんと社会人のやつだ、はい、それ。すごい嬉しいよな。それは社会人になりたくてなれなかった。嬉しいな。そうですね、こんな資料が、はい、まあ。アハモっていうのが、そもそもなんかどういったものなのっていう、はい、名前は知ってるけど、ちょっと内容わからないな、うんうんね、みたいなところあると思うんですけど、うん、まずものすごく平たく言うと、携帯電話が通信できるようにするためのこうサービスとなってまして、はい、料金がですね、20GB で2970円ポッキリ、この値段しかかかりませんというものです。すげえな。うん、それだけ聞いて、もうあれ安いっていう気がしますね、これ。はい、ちなみにお二方ってこう、通信キャリアというか、その携帯料金で月いくらぐらい払ってらっしゃるか。5、6000円ぐらいだと思いますね。そうですね、僕もそうですね、5000円、6000円ぐらい。師匠が、あれだろ、師匠がでも全部親が払ってるから。わかんない。わかんないよ。
んなのに分かってる、はい、安い気がしますね、めちゃくちゃ安いんだよでも分かってます5000円だよ、6000円お金ますぎて分かんないけど20件だよ、いくらだろう、別にどうでもいいんだ1万円だろうが気にしてる3000円だろう、気にしてる、どうでもいいんだ今、土岡さんの話やったみたいに、はい、家族でまとめて支払われてるみたいな方とか、はい、結構多いと思うんですよ、そうですね、というのもこれまで その通信キャリア、まあ、我々も含めですけど、はい、要は家族みんなで揃えて一番安い価格になるよっていう結構プランとかが多かったんですけど、あのアハモはですね、例えば家族全員揃えてじゃないととか、例えばこう他の商材、例えば固定回線と一緒に契約してこの値段ですとかではなくて、もう本当にこのままです、ね、今から一人で契約して20ギガ2970円と、いいっすね。もともとこれを作った背景が、はい、こう社会人になって、独り立ちをしていくタイミングで、うんまあ、自分自身もそうだったんですけど、うんまあ、そろそろ自分で払えよみたいな、やっぱその、親からの圧力とか、うん、経済的に自立しなさいみたいなのがあるのに、うん、一人でこう安くていいプランっていうのがあんまないなっていうのをこう、生活者側として感じてて。あ、すげえ。で、なんかこう本当に社会人になって、こう、まあ、いきなり最初こうそんなに年収とかも高くなくて、自分に使えるお金少ない中でも、こう満足に使える。で、別になんかこう家族とかを説得して同じキャリアに揃えるとかでも大変なので、っていうので、こう本当お一人様でも、こうしっかり満足して値段で契約できる、本当に新社会人とか、こう単身の若い方とか、っていう方に向けたプランを。こうか作りたいな。これはこマジでそうだし、うん、一人様っていう本当バキドウ。バキドウをちょっと指定した意味が少しずつ分かった。そこの部分。バキドウでも大丈夫みたいなことで。一人でもいいよっていう。そういうことなんだ。いやでもこれは本当にそうでしたね。マジでその家族説得みたいなのがだるくて、うん、結局ちょっと高いけど一人だけプランでやってたのがあるので、これは。結構かゆいところに手が届くというか嬉しいですね。いやもうありがとうございます。俺は分かります。主張が分かんない。その他の特徴っていうところを、まあ、ちょっとかいつまんでご説明させていただくと、はい、この20ギガ2970円っていうものの中に、はい、いろんな機能が実は含まれてまして、国内音声通話がもう5分以内であれば何回でも無料になる機能ももうこの中に含まれて、電話かけ放題みたいなのも入ってる、入ってる、はい、入ってこのすげえ、なってまして、まあこれもまた背景があって電話の機能つけるかつけないかみたいな話があったんですけど、うんはい、結局社会人になると例えば不動産屋とか病院とか、はい、意外とそういう公的機関とかに電話する機会とかも、うんはい、そうですね、しっかり電話でやんないといけないっていうのがある時に。こういう機能とかがあった方が、もう値段がこう気にせず、5分以内であればもう結構な会話できちゃう。いや、そうですね。そうですね。予約の電話だとかね、できちゃいますね。っていう機能も一応入れた上でのこの値段に。すごいな、自分が欲しかったものを詰め込んでるっていう。そうですね。もちろん僕だけじゃなくて、結構本当に、はい、計80人ぐらいですかね、はい、20代の方とかに直接インタビューして、はい、どういうのが今不満でどういったものがあればいいなと思ってますかみたいなのをインタビューさせていただいて、こういう機能、そうですね、本当に我々、うん、っていうか若者向けの感じに本当に特化してるんですね、うん、そうですね。でその他もですね、結構ちょっとここは使う方がめっちゃみんな使うかどうか分かんないんですけど、はい、テザリングっていう機能も実はこの料金の中に含まれてまして、はい、例えばこう手先でパソコンを使いたいけど、うん、ネットワークがなくてインターネットつながらないっていう経験がある方もいらっしゃると思うんですけど、そういった時にですね、そのアハモのスマ、いわゆるこう SIM カードを挿しているスマートフォンがあれば、はい、その携帯がモバイル Wi-Fi ルーター代わりになるというか、うん、それに接続してパソコンがもうインターネットにつながるようになるっていう機能がありまして、うん、もう込み込みなんですか。その機能も結構テザリングの利用料金ってオプションでこう値段がかかる皆さんとかもあるんですけど、はい、うちはもうこれを入れ込んで、なんだ得すぎないのかな。確かになんそうですね、お得なことばっかりだ。落とし穴があるんじゃないか。落とし穴、本当に本当の意味でドッキリで落とし穴。ここからなのでこうちょっとした出先で、はい、
パソコンでメールをちょっと会社に返したいとか、はい、学生さんとかであれば、うん、就活でちょっとどうしても教授にエントリーシート出さなきゃいけないとか、はい、パソコンで送んなきゃ、でもネットワークないっていう時にアハモのスマートフォン使っていただければ、うん、もうそのスマートアハモで繋いで、はい、そのままパソコンでインターネットできるで、それもこの前の20ギガの中でやっちゃえる、やっちゃえるということになっています。へぇー。なくていいかなって思ってる。なしにして、はい、あったらよかったなって思うことが結構あるので。たまにね、なんかの表紙に使いたいことがあるよね。そうそうそう。ああ、これすごいですね。あと、今年に入ってかなり結構話題にしていただいてるんですけど、実はアハモって、この海外ローミングっていう機能が携帯電話にあるんですけど、うん、はいはい、この料金も実はもう無料で提供してまして、追加料金なしで、はい、提供してます。この2970円の中に海外ローミング機能も含まれてます。海外で使えるんですか？ありがとうございます。その海外ローミングって私分かんないですよ。うん、そうですね。例えば、お二方って、はい、海外に行くときとかって、はい、海外でもこう、スマートフォン使えるように、なんかモバイル Wi-Fi ルーターをこう、連絡したり。うん、あ、そうですね。しました。空港でね、借りたりね。うん、で、また、現地のこう、SIM カードを差し替えたりとか。やったやった。ね、フィリピン行った時、SIM、はい、カード買ったね、向こうの。ああ、全員でやりましたよね。うん、フィリピンで、バキドチャンネルで行った時、うん。大変だったんだよな。そうですね。どれが安くてどっちがいいのかとかも。全部英語でわかんないし、うん、そうそう。僕は結構高めの Wi-Fi を行く日数契約したんで。うん。1日2、3000円。あ、で、うん、Wi-Fi で使ったんですけど、うん、ありがとうございます。アハモであればですね、そのままスマートフォンをもう差し替えることなく、スマートSIMカード Wi-Fi のレンタルする必要もなく、現地のネットワークをそのまま使って、はい、で通信が、マジで、どうしたらいいんだ、え、はい、で、いや、みんな当たり前、いや、え、それ当たり前、その、要はあれですね、飛行機に、まあ、スマホ持ってって、はい、で、向こうついて、つけたらそのまんま。はい、現地のローミング機能をオンにしていただければ、はい、もうそのまま現地のネットワークで通信が対応してる国であればですね。ああ、で、一応今、8月時点で、はい、82カ国。おー、で、この動画が出る10月には、91カ国。あ、増えてるんですね。海外91カ国で使えるようになっていると。いう、はい、フィリピンももちろん、太陽国に入ってます。マジかよ。それ一緒でよかったのかよ。そうですね。その時点でよ、はい、まあ。これめっちゃいいっすね。はい、14日間以内で、はい、14日間を超えてしまうと、はい、ちょっと速度制限とかかかってしまうんですけど、はい、まあ、なので本当、ちょっとした1週間とか10日間とかの旅行であれば、はい、SIM カードをレンタルしたり、Wi-Fi レンタルしたりっていう必要なく、まあ、ハムの SIM カードそのままで。全然すごいな。14日あれば十分、ね、うん、ね、スウェーデンに行くんですけど、うん、日本人渡航国の 95% をカバーしてるっていうふうに、はい、ああ、もう日本人が大体行くとされてるかも。じゃあ、これってなんか、お昼とか混んでる時間帯遅くなったりとか、はい、なんか正直あります。あるんじゃないのとか、格安 SIM って言われるようなサービスと同じなんじゃないの、はい、っていうのがあるんですけど、うん、ここはですね、ドコモのネットワークと同じものを使って、なので、例えば時間帯による速度低下とかっていうものはもう基本ない。わ、格安回線じゃないんだ。ないものになっていますので、どこの回線で、はい、ドコモのネットワークがつながるところであれば、はい、ドコモの回線と同じネットワークの速度で通信いただくことが可能になっています。はい、あ、じゃあそうか、マジでドコモが本気なだけなんだ。そうですね。実はですね、去年の6月からですね、ちょっと20ギガじゃ足りないよというような声を結構いただくようになりまして、まあ、事実結構2、30代の方の月あたりのデータ使用量とかってどんどん増えてまして、お、私は自分自身もそれこそ牧道さんのチャンネルとかを、はい、とか YouTube 見たり、YouTube 見て、かなりやっぱもう動画でギガだいぶ消化しちゃってるんで、もったいないですよね。もったいないって言っちゃって、ギガ減ってるのそれ悔しいよな。悔しいだろ、ギガ数減るの悔しいよな。みんな何かと引き換えに見てくれてで、そんな、皆さんのために作ったのが次のページのところにあるんですけど、はい、そのアハモ大盛りという
品も大盛り、大盛り作らせていただいてまして、うん、あの、まあ、いわゆるこう、オプション機能になってまして、はい、初めてオプション出ました。今月、例えば今月めっちゃギガ使いそうだなとか、はい、まあ、今月結構旅行に行って外にいる機会多いから、ギガ使いそうだなっていう時に、うん、あの、1980円、はい、税抜き1800円、税込み1980円を追加していただいて、はい、込み込み4950円で100ギガまで使えるようになります。はい、100ギガ使えて税込み4950円。あの、はい、先ほど言ったテザリング機能とか、はい、国内音声通話とかの機能はそのままという形になっています。はい、100ギガ、20ギガ。4950円を足すんじゃなくて、はい、1980円足して、で普段の払ってるのが、4950円とかですね。すごい、100ギガ、はい、なんだこれ100って大丈夫ですか、安直に大きい数字つけたら。まあこのぐらいあればもうきっとご満足いただけるかな、はい、うわぁ大盛りで本当にどんぶり勘定で一緒100を1980円追加すればいけるんだ。これがその、あれですか、要は、今月は行きそう、結構使っちゃってるなっていう月だけ追加できる。あ、そうですね。結構他の、うん、こう、キャリアサービスとかだと、はい、もう、プランごと切り替えなきゃいけなくて。そうですね、常にもう、その100ギガプランですけど、例えば、今月はめっちゃ使うからつけるけど、はい、来月とかが使うかわからないのに、こう、大きいプランに変えるのちょっとな、はい、みたいなのが結構あったりすると思うんですけど、あの、アハモであれば、使う月は大盛りにしていただいて、使わない月は外してまた2970円プランに戻してみたいな形のがこう結構こうクイックにできるようになってます。80ギガ1980ちょっとやばすぎますね。ありえないことですよ。速度制限かかるから、1ギガ足すのに500円みたいな。そうね、ちょっとずつ使って。でも、80ギガ1980円すごすぎるな。大盤振る舞いすぎるな。なので、あの、今月、バキドウさんの動画結構溜まってるなっていう時とか、はい、確かに。一気見るためにこれで、できるんだ。悔しくないんだよ。そうね。変えれば。うわ、すごいね。で、しかもそれで結局4950円って。そうですね。あの、20ギガ2970円に80ギガ追加の1980円を足し込んで、合計で100ギガ4950円でご利用いただくことができます。すごいな。全然今払ってるより安いから。そうですね。ずっとこれで100ギガでもいいぐらいの。ぐらいだし、なのに、すごいな、ちょっと。で、あの、一番最後に一番大事なポイントとして、はいはい、あの、今回のアハモですね、オンラインに特化しているので、はい、もう基本的にオンラインでお申し込みいただくサービスになっています。なので、こう。的なるじゃないですか。はい。基本店頭での、まあ、あの、もちろん店頭でのお申し込みサポートっていうのは、有償ではあるんですが、利用しているんですけども、はい、基本的にはオンラインで、ご自身でやっていただくものになっております。なので、あの、例えば店舗がもう空いてないから、手続きできないなんてことはなくて、うん、基本的にオンラインであればもう24時間、もうあの、サイトが空いている状態であれば、いつでもお申し込み、はい。あ、すごいですね。ネットだけはありがたいですね。超楽じゃん、はい。そうですね。やっぱり結構待ち時間がね、長かったりするから。待ち時間あるし、その煩わしさがないなら、とても嬉しいですね。なので、ほんとご自身の好きなタイミングでお申し込みいただく、オンライン特化の、モバイルサービスになっております。おー。いいとこ尽くしだ。いいとこ尽くしだね。そっか。それで、別に、あれなんですね。条件とかが、ね、さっき何かあるわけではないと。聞いてたから、これは。ありがとうございます。あの、例えば、まあ、昔よく言われた、こう、2年縛りとか。ああ、ありますね。この期間以外で辞めちゃったら、解約金が、とか、はい、事務手数料が、とか、あるんですけど、はいはい、そういうのは一切、2年縛りも、解約金も、事務手数料も一切ございません、という形になっております。はい。解約金ないですか？解約金ないです。法外な。あー、ちょっと高いもんね。法外な解約金で回収するサービスじゃないですか？いやいやちょっとそれは僕の。どこじゃないですか？そう、電話さんには絶対。じゃあめっちゃ手軽で気軽じゃないですか。はい。ドルできて、その、まあ、別に、その、縛りたくないのであれば、はい、サクッとやれちゃう。サクッと契約していただくことが可能です。本当に、すごいな。あと、すみません、一個だけちょっとアピールしたいところが、実は、アハモがスタートしたのが、2021年の3月26日、はい、ちょうど2年と5ヶ月ぐらい前に出たんですけど、はい、今年の6月で500万契約を突破。
たしました。あの500万人の皆さんに選んでいただいてありがたい限りでございます。いや、めでたい、めでたい。なのであのお二方の力を借りて、はい、次は1000万を目指したいと思います。いけるか、バンドさんならいけるか。1000万人本当にお二方にかかってるので、ちょっと次の大台に乗るために俺だけ変なんですよ ね, ねめちゃめちゃいいサービス。そうですね、ドコモが本気出したので分かったけど、じゃあなぜここに来たんですか。今回そのね、アハマの、まあ、PR をマキノチャンネルするにあたって、うん、まあ、先日実は軍ピーで、アハモの、まあ、プロモーションビデオっていうんですかね、撮影しましたね。ありました、うん、そこの本当言われるがままプロモーションムービーを、うん、本当に膨大な人数、うん、本当に大人が関わってたくさん、本当に CM の撮影ってこうなんだろうなっていう、うん、結果メイクさ、うん、こうやってそうですね、一回一回こう汗をかいたりして、秒で汗をかくから何度拭いてもただ汗出てますね。何度もやるぐらい、それで押しちゃうぐらい。で僕がそのかっこよく撮るためにみんなやってくれるみたいな感じだったんですけど、どうなってるかわかんないな。メイキングっていうんですかね、その撮影風景を撮った映像があるみたいなんで、あ、はい、でそれをちょっと今見てみましょうかね。ああ、そう、はい。見てみよう、ちょっと。はい。じゃその映像がじゃあこちらです。俳優の軍ピーさんのあの、フォトスナップ写真集をお渡しする形になってますので、フォトスナップ写真集。横顔とかも結構かっこいい。あえて目線じゃない横向きみたいな、はい。それで顎を上げるとか。はい、いいですね。あ、もう違う違う違う。ちょっと暗いですよね。はいはい。ちょっと暗くしてる。クラムさんがこの後、どのタイミングで出られるかわからないっていうところで一泊。セレモニー的な。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、僕にも。ありがとうございます。クランクアップで渡すんですか。終了のオールアップで普通はやるんですけど、なかなかちょっとタイミングがわからないなと思って、今やらせていただきました。はい、じゃあ、メイキングの映像をね、今ね、我々も見ましたけどもどうでした、あれは。いや、だからその、はい、現場では皆さんがそのかっこいいですね、うん、俳優みたいですよって歌ってるから、うん、はい、でよかったらダンスしてみてくださいよ、はい、って言われて、ダンスとかできないですよ、うん、いや絶対かっこいいんだよって、なんか適当に踊ったら、いいっすね、かっけえ、すげえって言うんで、おたてられて、はい、豚も。その、こんな感じでやってたんで。はい、なんかみんなハマられなかった。あんなことになったもん。そうよ。ああなってたよ。まあでもなんかかっこよくなってそうな気もする。うん。なんか光が目だけこう映る。はい。うん。のと、そうですね。あとちょっとね、赤とか青の光で照らされたからとかね。あと霧吹きで水をかけてるのとかがどうなってるか、あれはもうめちゃめちゃびしょびしょになったんですけど、なって、そうそうそうなって、臭すぎて、うん、びしょびしょになるまでファブリーズをかけられたことがあるんですけど、それを思い出すよ、このトラウマを思い出す時の感じが、まあ、かっこよくなってると思います、うん、聞いてる、うん、聞いてます、それ見てないけど、まだ今のはそうですね、外側からちょっと見てたやつだからね、完成品のプロモーションビデオはね、また別で。かっこよくしてくれるっていう噂でしたけど。これがですね、この動画のね、下概要欄にあります、今回のキャンペーンの特設サイトがあるということで。はい。キャンペーンの特設サイト、はい。そこでまあ、このね、プロモーションビデオの完成品が見れるらしいんですけど。ああ、はあはあ、はい。ね、この特設サイトがあるんですね。今回のキャンペーン。アハモサイトに
今回のキャンペーン の、まさにお二方のグンピーさんのための、こう、特設サイトを、すげえ用意しておりますので、はい、ぜひ、一人で僕の皆さんに、こう、一番かっこいいシーンに仕上がってると思いますので、見ていただければと思います。すごっ。僕の特設サイトか。できたんだ。どうなってんだ。楽しみだね。はい。はい。じゃあ、完成したプロモーションビデオの方は、じゃあ特設サイトでご覧ください。はい、概要欄にやってます。今回、その、アハモの新しいご契約をいただくお客様のプロモーションだけじゃなくて、はい、アハモの魅力を、こう、ぜひ、B さん、はい、ご自身にも、こう、はい、映像に出て、こう、プロモーションムービーという形を、で、世の中に出したいんだっていうところも含めて、プロモーションムービーやることはもう必須条件の中にいるので、やらせていただいています。それはどういう、その、ね、かっこいい雰囲気でとかっていうオファー？いや、もう、そうですね。まあ、かっこいい雰囲気でというか、まあ、かっこよかったので、俳優としての軍隊さん。はい、あら、笑ってました、ね、笑ってない。今一緒にね、メイキングをしてる。そうです、現場でも。めちゃくちゃ知ってない。知るためにやってないよ。知ってない、知ってない。知ってないです。アハモを使って。実は知ってない。俺を知るためにも。全然、もうそういうことでは全くなくてですね。ぜひ多分こっからそういうジャンルのお仕事も増えていくと思うので、はい、そういうジャンルの。その俳優としての、グンピーさんのこう、ポートフォリオの一つに、一助になれたらな。一助になれたら。アハモのプロモーションムービーにご活躍いただいて、こう、投与させていただいたというところも。はい、すごいなぁ。高山さんが分回してるんですね。ありがとうございます、本当に。本当、社員の、はい、他のチームメンバーも、めっちゃいいじゃんっていうので。あ、本当ですか？好評。陰で、パキドーみたいな。いやいやいや。パキドーみたいな。いやいやいや。パキドーの話しかしない。いやいやいや、本当に、本当にみんな大ファンですし、うんぴーさんでしかの言葉で語ることで、動いてくれる。お客さんとか、これきっかけじゃないと、アハモを知れない方、知らなかったっていう方もたくさんいらっしゃると思うので。わあ、いや、なれたらいいですね、そういうふうにできたら。ですし、多分、本当、1年後、2年後とかに、あのバキドをアハモが使ってたんだっていう。一番早く目つけてたんだなぐらいになれたらめっちゃ嬉しいな、みたいな。どっちにもある。そうですね、何かやらかして、いい意味で。もちろん、いい意味で。いや、本当に、そうなれるように頑張ります。本当に。今回の、アハモさんとのコラボで、キャンペーンが、あるらしいっす。キャンペーン。アハモかけるバキドアキャンペーン。アハモかけるなとバキドアが来ると思わないよな。かけ算しちゃった。だから面白いよな。そのキャンペーンの内容が特設サイトからエントリーして、はい、で、アハモに他社から今のスマホにそのまま乗り換えた人に特典を2つ用意しました。他社から乗り換えた方。うん。で、一つが、D ポイントが5000ポイント。おぉ激アツ!D ポイント5000ポイント。5000分。アーチ。うん。と、もう一つが、はい。グンピーのデジタル写真集ですね。で、楽しみました。はい。で、D ポイント5000ポイントと、グンピーのデジタル写真集。いや、もうおかしくなってるよ。おかしくなって。俺、同じ気持ちですよ。俺も、はぁって思ってますよ。ただ、撮ったんですよ、その、グンピーの写真集みたいな。キャンペーン参加した人は、俺ならもらえますということです。アハモの、まあ、ツイッター、まあ、言うならば、X。うん、言うならば、アハモの X。うん。だと、その、グンピーの写真集、デジタル写真集なんですけど、うん、ああ、デジタル。これの、現物いわゆる、本当の、製本された写真集の、プレゼントキャンペーンもやってるし、なんでここにめっちゃ力入ってるかわかんない。わざわざ紙の本も作ると。作るという。じゃないんですよ。こちらは、すでに今もうアハモでって人も全然できますよ、とかなんで。あ、そうか、乗り換えの人だけじゃなくて。そうですね。すでにアハモの方も。なんで、アハモのツイッター X の方も、ぜひ見ておいてください、ってことですね。よろしくお願いします。これ、なんいや、まあ、
自分が欲しいっていうのももちろんあるんですけど。え、もちろんある。凡人ですって。いや、はい、やっぱりその、バキドーファンの皆様からすると、はい、バキドーグッズの供給量が多分足りてないと思う。その中でやっぱ一番濃縮還元されて、はい、まだ世の中にないもの、はい、自分が欲しいのなんだろうなって思った時に、はい写真集。違う、違いますよ。違います。すごい。こんなに、ドコモが本気で多分やってる、すごいサービスなのに、最後めっちゃふざけてる。写真集。絶対多分、見てくださってる、はい、皆様も、ね、もうこれだっていうのを、共感いただけるんじゃないですか。目が座ってんですよ。本気なんですよ。すげえんだよ。そうですね、ふざけてないんだよな、これ。これもそのやべえんだ。いや、どうなんだよ。いやー、ありがたいです。やってもらえたら。普通にも D ポイント5000ポイントめちゃめちゃ嬉しい。うん、そうですね。それがもうお得だし。うん。うん、だから、あれですもんね。D アニメストアとか、そのまま使えたり。ああ、そうですね。僕だったらそういうとこ行きたい。確かに確かに。うん。まあ、いいですね。それはめっちゃ嬉しい。うん。そっちでなんとか。お願い。写真集。写真集写真集も、まあ、ついてきちゃう。ついてきちゃう。いやいや、こっちがメイン。すげえ。すげえ。軍兵デジタル写真集もぜひ。ね、ね、見てもらいたい。うん、現物、うん、もうぜひ、もしそれも サインとかもしますし、それだったら。ああぜひぜひ。ぜひ、お願いします、サイン。すごい、すごい、すごい熱量で。これをやらせてもらいます。ぜひエントリーしてみてください。お願いします。エントリー期限は、10月23日月曜日まで。うん、10月23日月曜日まで。うん、急いでくれよろしくお願いします。急げこれはぜひ、乗り換えてほしい、うん、お願いしたい。そうね、まあお得だったね。やっぱ裏切れない脇道に可能性を感じてくれてる、うん、アハも俺は裏切れない、うん、アハもおよび高山さんもそうね、高山さんもだよね、個人的に裏切れないよ。あとまあマジで得ではめっちゃ得ではあると思いますね、うんうん、ありがとうございます、うん、バカほど得ではあると思う。確かに、そうね、いろんなことで忘れちゃったかもしれないけど、みんな最初のすごいお得だった部分思い出してる。いやいや、そう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 。めちゃくちゃお得ではあった。ぜひ、いや、そうですね、うん、お願いします。なんか、頼むぜ。頼んだ。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。